バチコイ心理学。ラジオネームムーンライト節電さん、ありがとうございます。ムーンライト節電さんは月明かりで生きてるんですね、きっと。いや、初のお便り、非常にムーディーでありがとうございます。ありがとうございます。岩野さん、青木さん、こんにちは。どうもこんにちは。はい、異性の方言にグッとくる男子です。ほうほうほう。何気ない会話でも方言だとグッと来てしまうのはなぜなのでしょうか。学会で各地を回られているお二人にも方言について聞いてみたいです。というお便りです。そうですね。月明かりの下に方言聞いたらグッと来ますね。確かに。それ、月明かりの下じゃなくてもそうかもよ。いやでもね、なんか分かりますよ、それは。これは心理学者としてじゃなくて青木としてですけど、方言はグッときます、確かに。そうね、はい。なんか関口さんという先輩がなんか愛媛にいたんですけど、その時なんか伊予弁でしたっけ。あ、伊予弁だね、あれ。ないないとよみたいなやつ話してるのは、あ、いいなと思いました。ないないないよとかね。ないないないよ結構好きですね。そうね、俺ね、どこだろう、長崎とか結構好きよ。あ、長崎ってどんなんだ、僕知らない。とっとっとって、何やしとっとって。あー、いいですね、確かに。なんかね、方言はね、ゆっくりな方がグッとくる可能性高い気がしますね。なるほど、それはなんかどういうあれなんですか。なんかこう、可愛い方言って割と語尾長くなんないですか。ああ、何々しよっととか。ああ、いや、まあもちろん例外はありますけどね、広島弁みたいにジャケジャケジャケみたいなのとか、大分弁みたいに何々ちみたいなのもありますけど、うん、なんか割とね、長くなるところの方言が多い気がするんですよ。ああ、それなんでですか。多分ね、なんだろうね、チャキチャキしてるタイプじゃないんだろうね。あ、何、岩野さんか。その、なんだろう、グッとくる、まあ、違うか、どうだろうね。なんかこう、荒々しく感じないところは、割と俺はグッとくるけどね、岩野的には。まあ、岩野的ポイントは多分そこなんでしょうね。うん。うん、これ多分ね、心理学的に言うと、素を出してくれてるっていう風に錯覚してるんだと思うんですよね、きっと。僕の予想ですけど。あ、近況開いてくれてると。そうそうそう。で、なんか方言って、なんか結構強制されるじゃないですか、都会とか、なんかその、標準語喋るところに行くと。確かに。で、そういう中で、なんかその、ふとした時になんかそういう表現が出てくるっていうのが、多分その自分にその、普段の自分を見せてくれてるっていう風な感じで思うんだと思うんですよね、きっと脳が。自己開示してくれてるみたいな。そうそうそう。だからそれでなんかちょっといいなって思う可能性があるのと、あとその普段聞いてる言葉だったら、まあ方言で聞き慣れてるじゃないですか。北海道とかも北海道弁とかあるじゃないですか、うん、違う種やとかなんかあるじゃないですか。でそれをずっと聞いてる中で違う言葉聞くと、多分ギャップが起こるんですよ、きっと。そこで、でそのギャップが起こると、なんかそのギャップに対して魅力的に感じるから、いいなって多分思うんだと思うんですよ。なるほどね。確かに何だっけ、印象が変わるのって確かあれだよね、そういう好意を持つ一つの要素なのね。そうです、そうです。ただこれなんか英語ぐらいまで行っちゃうと全然言語が分かんないから、なんかその分かる範囲だったらなんかすごいいいなって思うんだと思うんですよね。確かにね、青森出身の後輩がいるんですよ、はい、で一緒に歩いてる時に、あ、すいません、ちょっと実家電話ですって電話で話し始めたら、もう全然分かんなくて何言ってるか。それはね、ちょっといいなうんぬんじゃなくて、言語が分からなかった。いや、そうですね、だから違いすぎるとパニックになるから、ある程度違うっていうのは多分重要なんでしょうね。そうね、まあ、ちょっとこれはなんか今度調べたら深掘りしたいですな。あとなんか、まあ生存本能的に遺伝子が遠すぎない方、遺伝子が近すぎない方がなんかその種の保存的に有効だっていうのもあるじゃないですか、うんうん、だから多分ちょっと違うけど違いすぎないっていう方がいいなっていうふうに感じやすくなってんだと思いますけどね。あ、なるほどね、確かにね、うん、今日ちょっと青木心理学っぽくないですか。心理学っぽいし、君心理学者ですよね。心理学者。
いつも岩の頼み、岩の頼りだから、たまにポンコツの時くらいはちょっと役立たないと思うんで、あの頭フル回転させました。今日の青木くんは力強い。じゃあ最後に岩野さんの一番好きな方言をちょっと喋ってもらって終わりにしましょうか。方言ですか。水筒とよ。いやちょっとあれなんだ、いいんだけど岩野さんの水筒とよでちょっといいって思ってる自分が嫌になりました。通りもんの CM 見て、これ多分あれなんだろう、その男とか女とかの問題じゃねえんだろうって今あの思ったけど、多分やっぱギャップがあること自体がなんか多分いいっていう風になんか認識するんですそうだね、四十絡みのおっさんでもなグッとくるんだったらすげえな、ね、割とグッとくるチョイスを褒めてバチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報を発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。